なくねこれ。これダメじゃん。よいしょ。ミサト来てるよ。もうお昼だけど、今日なんか朝一さ上総市で帰ってきて、今ね2本目午後からミサト来てるよ。ほらよいしょ。なんかねそこの倉庫なんだけど、一時でちょっと入ったら迷惑、前来たことあんだよな確か。早いと迷惑かもしれないからさ、あとちょっと2、30分になるからさ、ちょっと待機してね、ちょっと電話してみようと思って、ね、入っていいよっつったら入ろう、ね、およいしょ。時間でもここの競争率高いね。まあいいよ、適当にどこでも止められるぞ。もしかしたら入っていいよってなったらね、また向かえばいいし、ね、そうだな。すごいね、本当止めるとこないじゃん。全員に交差点の真ん前で見えてる。よいしょ。ちょっと暑い。ちょっとじゃあ現場で電話してみるからね。だから終わり。よいしょ。なんかやっぱりね、1時になったら入ってきてくださいっていうからさ、ちょっとここで待とう。5分前ぐらいになったら、もうすぐそこだからさ、1分で着くからさ、5分前ぐらいに出てね、上がってこう。つってももうさ、つってももうすぐなんだけどね。ね、実は昨日またヤード2号でさ、2号の砦でドハマりしてさ、終わったの8時ぐらいだから帰ってないの。で昨日夜太陽でさ、洗車したらさ、雨がザーザー降ってきてさ、信じらんない。ね、でもすっげえドロドロだったから、まあちょっと汚れちゃったけど、まあ少し綺麗になったからいいや。ね、いやちょっともうあんまり、ほらダラダラ喋ってってもう時間だからもう終わりね。今日ねなんかね、さっき牛乳パン食べた。牛乳パン、優しい味だね。
ちょっともうちょっとしたら出るからもう終わりね。ね、だから今日の動画内容がペラペラだからさ、ちょっとこれ帰ったらさ、シャーシュプルどこ多分厨房切んのかな。あ、違う、これ多分返却間に合うな。返却 NYK だから切ってなんか乗っけれたら乗っけてそれを切るかな、わかんないわかんないけど、バック取れたら取ろう、ね、よいしょ。取れなかったらもうこれでおしまい、残念でしたお疲れちゃん、取れなかったらもう今日の動画はもう5分でおしまい、ね、だから覚悟するように、ね、今日はもうお弁当、ご飯タイムはないからねいらないか。じゃあまた後でね、お疲れちゃん。疲れちゃん今三郷の帰りなんだけどさ、何なのあの298大渋滞して、なんか全然動かなかったんだけど、だから三郷の298がやばくて、なんか調べたらなんか357と297の合流で事故とかなんとか、わかんないから今さ、いいよトラック行って、先輩に道教えてもらって、なんかこっから行けるみたいだから初めて通ってるこの道ね。でなんかね、セブンを過ぎたところを左、あ、これのことか、これを左か、なんかそれか、なんかイオンのところを左っつったかな、わかんない、多分これのことなんだよな、スタンド行った方がいいかね。こっから、うん、こっから左曲がろう、うん、こっから、あー、これ、あー、これあれか、千鳥町の、うん、わかんないダメだこれちょっとね、多分このことなんだけど、狭い、まあ、曲がれなくはないみたいだけど、まあもう一個先、これか、行徳駅前通り、これ左曲がって357出ようかね。とんでもなかったよ本当にさ、全然動かないの、本当信じらんない。よくわかんないよくわかんない、いやー参った、だからさ、もう本当にさ疲れちったよ、もうね、あの辺でさ、なんかもうほら高速みたいにこう曲がるとこもないからさ、てか信号長くねこれ嘘でしょなんでこんな信号長いのこれ、信じらんない、ちょっと待ってほら、もう信号待ち5分ぐらいしてるよ、長くないこれ、どうなってんの、暑いからまだ開けるよ、暑いね、
初めての道、不安だけどワクワクするね。まあでも先輩がね大丈夫って、ね、先輩の言葉を信じて、ね、あれセブンここにもある、なんか分かんなくなっちゃった、なんだっけ、右側にイオンが見えてきてスタンドがあるって言ってたな、イオンが見えて、イオンが見えてスタンド、分かんないぞ、まっすぐ大金じゃん、ね、どうせまっすぐ行ったら大金だ、じゃあこれを左だね、よいしょ、左に曲がりたいんだけど、ちょっと行けるかな、ちょっと行かして、うわーこれ参ったんだこれ、よいしょ、うわ待ってこれ流れなくねこれ、よいしょ、上がれないじゃん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ひどっ、広いと思ったら後ろはかわせなかったよ、じゃあ待ってね、もうバック取る前にボープロちゃんバッテリー終わるからもう終わり、これだったらほらあれ357じゃない、違うね、あれも357でしょ、じゃあ終わり、疲れちゃん、よいしょ、